識があったんですが、そうですね、クロマティがゲッツー、打っちゃいけないゴロを打っちゃったですね、はい、相変わらず今日もスコアリングポジション、牧原自身悪くないと思いますね。バッターボックスは渡辺です。今日のヤクルトはランナーが二塁一塁、ヤクルト追加点のチャンス。これはドバシさんスイングをしたがりこうですね。ああそうですか、もうちょっと馬にを出すと、ね、2エンド2から打ちました。第1打席はフォアボールを選んでおります。なかなかしぶといバッター。ノーツーですからストライクを取りに行った球でしょ。そうなんです ね、まああれを振っちゃいけないですね。やっぱりこれも見逃せばボール、高い3対0、ヤクルトが3点を先行、ツーアウトランナー2塁1塁。さあこれはセンター前だ、センターずーっと前進して1号のホームランを打ちました。151キロ、バッターボックスは2番の源岡です。ショート前へ弾いてすぐ拾って1塁を打った。